こんにちは。スタジオアップルシーの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマは、実はですね、今回は子育てのヒントよりも前に皆様に告知事項というかですね、ご案内がありまして、今回なんと私がですね、 Kindle の本で本を出版させていただくことになりました。ありがとうございます。実は今回一番普段から皆さんにからですね、ご相談が多い、夜泣きについての、海外から持ってきた海外ノウハウ本なんですね。今まだ日本ではあまり広がってません。普段から結構私は海外のノウハウ本を勉強してるんですけど、そのいいものをですね、こうギューッとまとめて本を出しました。これですね、夜泣きがなくなる4つの方法、こう見えますかね、これです。今、Kindle の方で発売してますので、ご興味がある方は、ぜひご購入してみてください。あとは、睡眠についてもね、書いてますので、ご覧いただければ、皆さんのきっと子育てのヒントになると思います。では、早速、本日の話に行きましょう。本日はですね、こちらです。イルカの法則っていう話をしたいと思います。イルカの法則。語呂合わせもちょっと含んでるんですけど、これ臨床心理士さんの、前田さんの話からいきます。子育てっていうのはじゃあ何なのかっていう原則を取った時に、一人前にすることだと。で、一人前にすることって何かっていうと、人として人と生き合える。一緒に生き合って生きていけることができる。生き合えるっていう言葉を使ってましたけど、生きている、生きていける状態だと。じゃあその時に、いる、か、この3つを教えてくださいねの1個目がイなんです。何かっていうと、嫌な人もいれば嫌なこともあるよ。ここに書いてありますけどね。つまり何を伝えたいかっていうとですね、世の中いいことばっかりじゃないと。ただ今の特に若い世代のですね、お父さんお母さんっていうのは、ちょっとこう嫌なことが避けさせたり、転ばぬ先の杖じゃないですけど、守ってしてしまうと。だから特に多いのが思春期来た時に自分の思い通りいかないことってすごいありますよね。なんだこのモヤモヤは、でもどうしていいかわからない時に結局今まで嫌なことを体験したことない子がちょっと問題を起こしてしまったり、社会出た時に理不尽なこともありますからね、社会っていうのは。その中でなかなか自分でどうしていいかわからなかったりっていう子が増えてる。だからじゃあちっちゃい時からどうするのっていうと、世の中嫌な人も嫌なこともあるよね。でもその中でどう自分が生きていくかっていうのを伝えてあげるのが大事だそうです。今日はイルカの法則の一つ目、イについてお話しさせていただきました。本日もありがとうございました。